浸水した。ベタベタ。あんま降りようなんか早いな。よかったね、水浴びできて。ちょっと飯の間にか。あ、わかんか。中央市の電車に乗れるようにですね、はい、案内してもらいます。途中でですね、造り酒屋さんによる予定です。あと、鮎の、食べたい人は鮎を、というのを。はい、はい、じゃあ、皆揃いましたので、すみませんけども。わかりました。はい、じゃあ、お揃いかと思います。本当にようこそおいでくださいました。ここは初期の建物でして、平成 6年まで使っておりました。ですが、やっぱりいろいろなことがありまして、新しい新庁舎ができまして、ここは空き家になっておりましたけど、この木造造りとしての価値はないそうです。一大イベントは、両踊り、大踊りを踊ります。2階で講習なども行われまして、無料もありますが、有料講習もあります。無料踊りもして、この場所から始まりまして、無常鳥が近づきますと、この中に水素灯籠を飾ります。これ美味しそうになってきた。これ大きいな。
ありがとうございます。駐車場の
左側が大官庁、親不人の住居地、そして職人町、柏町、文字通り職人さんの住み家、岐阜県にあります大垣城を模して建てられております。4層5階建て、シックエルリがいいと思います。歩きますと往復40分。はい、私の足で往復40分。向きを8度見ます。ね、そして8番の町がこう全体的に斜めになっております。この目の前、左から右に流れるこの中の山々は自然の要塞の役目を持っていたと言われております。じゃあ上流へ向かってみてください。はい、お城はさっきはお城の右側面一番きれいに見える場所です、ね、そしてこの川が流れ北町と南町の5つの橋です。向こうは職人さんの住居でちょっと小ぶりですから、この辺行きますと大きな商家が並んでおりまして、マフグも広くなっております。ありがとうございました。